モナルシーダネオ2ワイドジャパン、うん、このモデルはモレリア2と同じ形状のアウトソールを搭載して、カンガルーのこの盛り方がモレリア2よりもより広く感じれるようにちょっとこうね、ゆったり作られてます。結構イメージとしてはカンガルーのモレリア2を人工芝で2ヶ月間ぐらい履き込んだ状態が新品から履ける、そんなスパイクです。確かにちょっとゆったりしてるもんね、でも確かにこうモレリア2履いててちょっと横幅きついなとか、なんか指が当たって痛いなと思う人は結構こっちのモナルシーダのワイドのタイプだと結構こうスタートからゆったりしてて、でなおかつかかと周りはモレリア2では使われてないこのスウェードが使われてるから、結構こうかかとの食いつきもいいし、でなおかつこの前部分前足部分はゆったりしてて、適度なホールド感フィッティングっていうのはモレリア2にない感じなんで、ちょっと幅広い人はねすごく履きやすいんじゃないかなと思うね。ぜひワイドの方履いてください。ワイドの方どうぞ。